でポンポン丸一号、うん、なんで交通ルールなの？海太郎くんらしいね。ポンポン丸だって変なの。そうさ、このポンポン丸が交通ルールを守ればお手本になって、みんなが真似をすれば事故を防ぐことができるはずなんだ。くぅ、僕って天才だ。とにかく実験だ、みんなも手伝って。おお。ポンポン丸起動、ポチッと。右を見たわ。左も見てる。もう一回右だね。すごい、ちゃんと手を挙げたわ。直そうよ、みんなで手伝うからさ。うん。よし、今度こそポチッと。失敗したら僕はもうやっていけない。あー、なんてことだ、まだ若いのに。僕はもう終わりだ。大丈夫だよ、一人でダメな時は僕たちがついてるよ。そうだよ、僕たち仲間だよ。そうよ、いつものあれやりましょう。実はさ、偉い人にみんなを守るロボットの開発を頼まれたんだ。前回の失敗はね、急に飛んだのはベランダから落ちそうな猫を助けるためだったんだ。パンパン。横断歩道ではね、急に子犬が歩道から飛び出したのを守るためだったんだ。というわけなんだ。町のお助けロボットポンポン丸3号。僕はやるよ、お助けロボで町を守るぞ。交通安全ロボはどうだったの？問題ないんじゃない？斉太郎くんが元気になれば。交通ルールはみんなで守るものなんだよ、ロボットがいなくても大丈夫。みんなも交通ルールを守ろうね。うん。